佐藤春樹です。今日は視聴者の皆さんに挑戦状を叩きつけたいと思います。僕が住んでいるここ川崎市、川崎市民はどうやら暑さへの耐性が強いようで、自宅で蛇口をひねれば簡単に60度の熱湯が出るようになっています。というわけで僕は今ここに60度の熱湯と普通の水を用意いたしました。僕も川崎市民なんで暑さへの耐性には自信があります。そこで僕は今から普通の水または熱湯どちらかを順番に頭からかぶり、全く熱くてもリアクションを取らずに耐えてみせますので、僕が頭からかぶったのは果たしてどっちがどっちだったのか、視聴者の皆さん当ててみてください。それではまず一つ目、なるほどね、ちょっと床がびちょびちょですね。なんか完全にもうお漏らししたみたいになっちゃってるんですけども、はい、1本目でした。続いて2個目。あっちあっち、いや大変取り乱してすみませんでした。果たしてどちらが水でどちらが熱湯だったのか、皆さん当ててみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。え？